まあ、まだオリンピックは先ですけどもね、よろしくお願いしますというお互いの挨拶で、まあ、うちからも、多くの選手が選ばれるようにね、なってほしいなと思ってますけど。そうですね、いきなり藤井がホームラン打って、ベテランの頑張りもアピールしてくれましたし、ルーキーの石川と岡林がね、本当に、まあ、想像していた以上に仕上がりが早いなと、力もあるなと、まあ、そういう印象でした。いや、素晴らしいですね。まあ、昨日おととい映像は見ましたけどもね、まあ、ファームからの報告も含めて、まあ、実際目で確認をして、非常にいい選手だなと、まあ、思いましたけども、そのやっぱり映像で見て、素晴らしいなと思うのが、まあ、より実物を見て増したという感じですね、はい。そうですね、去年故障していた勝野であったり、大倉であったり、まあ、そういう手術、怪我で苦しんだ選手が気持ちよく投げてたなっていう、まあ、それがすごく嬉しかったですね、はい。全てを見たいですね。実戦形式が初めてになりますし、今日までの3日間は、まあ、あくまでも練習の動きしか見ていないので、まあ、バッターと対峙をする中でね、双方の動き、それから実際に打球を、バッターのゲーム感覚の打球を守備でどうやって処理するのか、まあ、もう全てもう見ていきたいと思っています。